はい、やっていきましょう。レインボーシックスシージ高層ビル、ま、ルールはカジュアル、エリア確保。ルールはカジュアルではない。エリア確保。ここ好きですよ、好き好き。守るところがね、狭いんですよね。それが好き。そこが好き。ここ意外とフロスト難しいんですよね。引っかかりそうで引っかからないというか、わかりすぎるというかね、わかりやすすぎるというか。ここのミュート君は割と活躍できるイメージ。ムツ君いつもミュート使うからな。好きあらばミュート。エリア確保だから、家代わりなんじゃないか、誰も使わないんだったら。あー、ちょっと待って、キャッスルやるんだったら言ってよ、ミュートにするのに。誰もが無理だと言った。これは戦車向けだと言われた。小型化も精度向上も無理だと言われた。だが違った。さあ、ミュート君をうまいこと使えるかどうかというところですよ。イエガー君は防衛のオペレーターの中で数少ないというか唯一数少ないどっちだわからないけど、あれなんですよね、アサルトライフルが持てるオペレーターなんですけど、防衛なのに。まあ、普通囲っときゃいいか。穴ぼこならないように、だらけならないようにだけしとこう。突入まで10秒。5秒。これ置くっつっても困るよね。あ、ここ置いとくか。よし、ビリビリで壊れなくてよかった。やりすぎではやりすぎでは。一応置いとくね。じゃあ置けない。これ意味あるかどうかわかんないけど、ここで。ADS をセットする。アクティブディフェンスシステム。ADS。やべ、俺だけ来てねえわ、これ。やべりやないでくれ。くしゃみ出そう。え、もうや！やべえ。あんまりよろしくないね。ナイス、通してくれたね。そこ破れたらこっから撃つのありかな。微妙にいいポジションじゃないよね。でもね、俺そこのもう左の様子が気になってしょうがないが、左からすげえ来てんだよな。無理に攻める必要もないという感じで。2階から来られたらやばいんだよな。伏せてんのか。敵部隊がバイオハザード物質を確保中だ。阻止しろ。バイオハザード物質の確保が中断された。敵を排除しろ。バイオハザード物質に近寄らせるな。
しゃー、敵は排除した。よし、いやー今3人いいポジションにいたね。侵入経路全部カバーしてたっていうのは、あとでかかったのが2階から来なかったのがすげえでかかった。あれ2階気にしなきゃいけなかった、ちょっと大変だったけど、2階全然物音しなかったから結果的には良かった。あー良かったかって嬉しい嬉しい。今何のキル？まあ1キル1アシスト、まあ悪くはないけど、ちょっと最近甘いすぎとちゃいますかね。けどな、ぶっちゃけここフューズ普通に強いからフューズでいいわ、とりあえずは。まああのね、1回目フューズ使ってちょっと景気つけて2本取って防衛で3立てするっていうプランでいこう。鉄塔鉄尾緩めない。結構普通に不利だったもんな、途中人数的にちょっと厳しいかなと思ったけど、最後エリア入ってトントントンと防衛できてよかったという感じ。2階か、スモーク、壊さないでくれ。上出来だ、バイオハザード物質を見つけた。これチキンすぎかね。ちょっとこの辺に置いときましょうか。10秒後に突入。この辺隠すもクソもないけど。5秒前。うたこれね、焦って飛ぶんですけど、飛ばない方がいいんだよね。横移動とかでね、無難にかわしてった方が。ここそっちにもある。発見されていく。ガルカメがあるか、ちょっとわからないな。俺フューズじゃんよし、オッケー。とりあえずオッケー。まあ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 、ガチャしていきますかね。ラーペリング、スイスイスイ。怖っ、ちょっと早いところ。え、あ、そういう感じ。怖いんでこっち来ますね。行ってみよう、やってみよう。有刺鉄線の破壊だけか。分かんねえな。ここもやってみよう、行ってみよう。いませんねブリージングチャージはスタンド。あ、いいよいいよ、ちょ、ちょ、覗くない。設置しまーす3度目の正直。お、やったーやったなんかすごい倒したぞ。そういうもん、そういうもん。ドローンが出るぞ。ドローン出すのはいいね。ドローン出してくれてんだったら俺ちょっとここ見るか。さすがにちょっと怖いわ。飛び出てドシャーンとかね、シャレになんないからね。これここ侵入できそうだけど、どうなんだろう。あ、いるな。押せなかったな。ナイス。負傷してる人はいいんだよな。これハイエイ。あー、よくない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 。で、知られなくなったらこっちから行く。あ、同じこと考えてるわ。ドローン生きてるかな。生きてるわ。あー、ちょっと怖いな。それそっちいる。あー、危ないなそれ。あ、いい、俺行く俺行く。
ドローン壊しちゃったな今。やばい時間がね。これ何ルール、エリア確保。味方は残り1人だ、あと15秒。くそ、まあ今のは時間をかけすぎた、終わり。ドローンも無駄にするし。あー音聞かれてたねこれは。あークラスターチャージまでは調子よかったんだけどな。お前いつもヒューズで調子いいのそこまでじゃねえか。どうすっかな。結構やっぱミュートが輝くステージではあるし、キャッスルピックしてますしね。いやーちょっとあれか、守り考えすぎ。おお毒間に合う、いいね。とりあえずフルオペレーター、足遅いのが多いかな。部屋にバリケードを築いてバイオハザード物質を守れ。まとは言ってもね、とりあえずここかな。これあとどこだ、ここか、置くしかないよね。この辺付け替えてくんねえかな。なんかすげえ引っかかってる。落ち。まあ一応この辺必要じゃない。キャッスルどこでせ、どこで壁作ってんだろう。敵部隊はバイオハザード物質の発見に失敗。え、マジキャッスルどこに設置してんだろう。まだ貼ってないのかなこれ。俺が分かんないところに設置しているという可能性もあります。あ、そこにやるんだ。じゃあバリケードで打ち付けたぞ。じゃあここ、とりあえずはね、そこ破られたな。さすがに見過ごせないわ。そこ空いてるけど。怖い。弾切れだ。どこ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 、今どっから撃たれた。いや思うにこれこっちやばいでしょ。下から落とすんだよ。違う違う違う。G4 セット完了。うわ、さすがにしんどけ。敵部隊がバイオハザード物質を発見した。バレた、バレたな。敵部隊がバイオハザード物質を確保中だ、阻止しろ。味方はあと1人。ミッション失敗。まあ申し訳ないとしか言えませんね。くそ、あれ伏せるところだけ、伏せられるスペースだけ穴開けて伏せて入ってきたのかもしれないね。逆だったな。一本二本取られてる、取られたくない。ここは絶対に取らなきゃいけない。さっき構成でも取られてるから。どうする、味方のピック見て決めるか。じゃあ
お前味方何選んでもそれ選んでただろうみたいな雰囲気感じてますけどね。これフューズ警戒でパルス選ばれてるとちょっと厳しいから、相手のオペレーターは分かっておきたい。バイオハザード物質の位置をつかれ。これどっから入れんの？こっから入れる。とりあえず2階のざっくりクリアリング、人気がなさすぎ。逆あるか。ああいたいた、標的だ。バイオハザード物質を見つけた。パルスいるじゃねえかよ、クソ。ああ。しかも今壊れてたな、バリケードは。窓の。一回殴ったら割れるようになってたぞ。これ大丈夫？これ、新兵のこれ。10秒。これ、リアル体積説あり得るレベルの不動なんですけど。5秒。やばいな、これな。パルスだけ警戒だな。パルスの位置だけ分かってないと。ちょいと怖い。ナイス。じゃあ、早速どうぞ。いきなりやられてるんですけど、ちょっとやられた位置きな臭すぎね。ブリッジにチャージ設置。てかこの上なんですけど、ウケるわマジでさ。回数勘違いほんとよくない。いい感じにディレイがかかったのではないでしょうか。どんだけ前向きだよ。ブリッジにチャージをセット。そこ穴開いてんの怖すぎでしょ。うわ、いたな今。いまいちですね。この辺からセット。いやー厳しいな。とりあえず侵入はできるな。頭かー。頭一発だったかな今。いやそんなことねえわ。普通に累積ダメで死んだな。くっそ。あー頑張る新兵。おお、あーあーあーなんてオーバーキル。いや意外とでも頑張れましたね。まあラッキーショットもあったけど、あー勝ちたかったね。でもね悔しいな。後半まくられたな綺麗に。うわすげえケバい。というわけで次のシリーズでお会いしましょう。それでは。